さて、次に、先週に引き続いて共産党さんに関して質問をさせていただきます。政府参考人の方に伺っていきます。これからの話の前置きとして、警察庁のサイトに記載されていることについて質問させていただきます。その警察庁のサイトというのは、暴力革命の方針を堅持する日本共産党というタイトルのページでございます。大前提としてですね、暴力革命の方針を堅持するとされる、国政政党があるのは望ましくないということです。共産党さんからすると、当然政府からこういった扱いをされることは不幸なことであると認識しておりますが、共産党支持者、関係者以外の国民にとってもですね、暴力革命の方針を堅持するとされる国政政党が国内に存在することは不幸であると思います。いずれにせよ今後、多くの方々の努力によって暴力革命の方針は完全に捨てたと政府に認められることが望ましいと思います。私としてはまずそれを申し上げた上で、これからの質問をさせていただきます。政府参考人の方にお聞きします。日本共産党は日本国内において暴力的破壊活動を行ったかどうかについてご解説願います。田野尻武法務省公安調査庁次長。お答えを申し上げます。ただいま委員からは警察庁 の, ウェブサイトについてご指摘ございました。私ども公安調査庁といたしましても、日本共産党は昭和26年から昭和28年頃にかけまして、日本国内において破壊活動防止法第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあると認識をしているところでございます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。引き続き伺います。日本共産党が暴力的破壊活動を行ったことについて、判決で認定されている事件についてご解説願います。田野尻武公安調査庁次長。お答え申し上げます。警察庁のウェブサイトには、白鳥警部射殺事件、あるいは大須総上事件について、ご指摘があるということを承知しておるところでございます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。引き続き伺います。日本共産党による暴力的破壊活動について、同党は謝罪をしていますでしょうか。確認可能なものについて解説を願います。田野尻公安調査庁次長。ただいまお尋ねは謝罪ということでございましたが、これは何をもって謝罪というか、これは評価にわたるお尋ねでございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。引き続き伺います。警察庁のサイトによりますと、51年綱領に基づく暴力的破壊活動を展開とあります。そこで伺います。51年綱領は暴力革命の方針を否定しないものと想定していますが、その理解でよろしいでしょうか。また51年綱領はいつ廃止されたでしょうか。よろしくお願いします。田野尻公安調査庁次長。お答えを申し上げます。日本共産党が昭和26年10月の第5回全国協議会で採択した51年綱領には、日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのは間違いであるなどと記載されているものと承知をしております。なお同党は現在においても、いわゆる敵の出方論に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しておるところでございます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。はい、引き続き伺います。先週月曜日の予算委員会において、私は次のように申し上げました。G7 各国においては、自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値観が共通しているがゆえに、暴力革命によって自由と民主主義を破壊する勢力である共産党が非合法化されと申し上げました。この点について改めて確認させていただきたいと思います。伺います。G7 各国における、いわゆる共産党と名のつく政党の中で、暴力革命によって自由と民主主義を破壊する意向を持っていることが指摘されている政党はありますでしょうか。田野尻公安調査庁次長。外国の政党についてのお尋ねでございましたけれども、その意向などの活動方針の詳細を承知しているものではございませんので、お答えする立場にないことについてご理解を賜りたいと存じます。浜田聡君。はい、
まあ、ありがとうございます。まあ、ちょっとこれに関してはですね、まあ、通告時の調整がまあうまくいかなかったところはあるかなと思います。まあ、まあ、総務省に聞いてもまあよかったとは思いますが、まあ、引き続き次の質問に移ります。まあ、世界各国の共産党事情につきましては、さまざまな意見を拝見したところ、やはり暴力革命によって自由と民主主義を破壊する意向のある共産党は非合法化されているという意見が一般的のようですので、まあ、改めて確認させていただきました。さて、最後に伺います。破防法の調査対象団体である日本共産党と政治的に協業、例えば選挙協力などをその団体の意思として積極的に行うような行為は、日本共産党と同様に暴力革命を否定していない、もしくは容認すると推察すると、考えることもできると思います。そうであるならば、それらと協力する団体も破防法の調査対象団体に指定することも検討できると思いますが、政府の見解をお伺いします。田野尻公安調査庁次長。ただいまご質問ございましたけれども、ただいまのご質問は仮定の質問でございますので、答弁は差し替えたいと存じます。浜田聡君。はい、まあ、できれば踏み込んで、お答えいただきたかったという希望はお伝えをさせていただきます。まあ、先週の繰り返しになりますが、繰り返しになりますが、今後、多くの方々の努力によって、暴力革命の方針は完全に捨てたと政府に認められることが、私は望ましいと思います。また、先週の私の質疑の繰り返しになりますが、まあ、最も言いたいこととしては、正当法を作って、情報公開や透明性を担保すべきということでございます。政党は一応私的な組織かもしれませんが、いずれ政権担当を目指すということになると、内部自治の状況や仕組みやさまざまな活動を国民に確認可能な形にしていく必要があるということです。政党法を作ろうという議論になった場合には、各政党において改めてその組織のあり方が議題となり、それは各政党においてそれぞれプラスになるものと私は確認しております。すでに政党法を作るべきだと公表されている政党はすでにあり、私は敬意を表します。このような政党法に関する議論が今後広がっていくことを期待しつつ、私自身も努力していくことを申し上げ、質問を終わります。どうもありがとうございました。